はい、皆さんこんにちは発掘された日本列島2015展では復興のための文化力東日本大震災の復興事業に伴う発掘調査の成果についてご紹介しています今回はその中から岩手県野田村の平清水3遺跡についてご紹介いたしますこの遺跡では バイオマス発電所の建築に伴いまして奈良時代から平安時代にかけての縦穴建物が60棟も見つかっております。非常に大規模な集落であったということがわかります。また注目すべき出土品には藁ビ手棟と呼ばれるものがあります。これは土工房お墓から出土しておりまして全長が62.2センチメートル。 ほぼ完全な状態でで出土しした、極めて珍しい遺物であるということが言えます。このほかに縦穴建物からは琥珀玉琥珀石なども出土しておりまして特にこの琥珀石については民族事例から火を焚いてその煙を虫除けにして使ったという可能性も考えられております。